はいどうも、ナースボーイズです。よろしくお願いします。よろしくお願いしますにゃ。ああ、ありがとうございます。ありがとうございますにゃ。今、ヘガール受信機をいただきました。ありがとうございますにゃ。こんなの、いくつあってもいいからね。アマゾンでヘガールが買えるなんて、いい時代ですにゃ。どうした？いつもみたいに唾でも塗っとけってどこ吐かないのか。そんなこと言わないですにゃ。猫じゃあるまいしにゃ。猫じゃないのか。いつも寝ている子供みたいだと言われてるだけにゃ。猫じゃないか。結構綺麗好きにゃ。猫じゃないか。またたびを蚊よけに使っているにゃ。完全に猫じゃないか。言うてますけどね。ケロヤマさんがね。ケロヤマ？ああ、緑のおっさんか。最近病気になって入院したらしいにゃ。病気になって入院だと？大変だったな。ところが、その病名を忘れてしまったらしくてにゃ。自分の病気の名前を忘れたのか。それでいろいろ聞いたんだがにゃ、全くわからなくて。わからないのか。そうなんだにゃ。なら私も一緒に考えよう。ありがとうございますにゃ。その病気がどんな特徴だったと言っていたのか教えてみてくれ。子供から高齢者まで幅広い年代で病気になることがあり、ほう、呼吸困難が出現し時に酸素が必要になるらしいにゃ。ああ、肺炎だな。にょ、肺炎かにゃ。にょ、にょ、尿路感染症。唐突に別な病気の名前を言うな。ただでさえ高齢者の感染症はややこしいんだ。すみませんにゃ。その特徴だと完全に肺炎だな。なるほどにゃ。簡単だな。すぐ分かったじゃないか。それが分からないにゃ。何が分からないんだ。ナースボートのロボ君が言うには英語表記が分かりやすいらしいにゃ。ああ、なら肺炎ではないな。でしょ？肺炎は英語でニューモニアだが、最初に発音したにわけのわからない P があるからわかりやすくはないな。多くの看護師がメモをするとき、AMI とか CPA とかオペとか略語で書いているのに、肺炎は肺炎だからな。でも、間質性肺炎は IP って書くにゃん。IP の P がまさか肺炎の P だなと思っている看護師なんていない。概ね息が来る P の P だと思っているはずだ。あなたも ADL が何の略語かわかっていないんじゃないかな。ADL なんて市民権を得すぎてそもそも略語という意識を持っている看護師なんて存在しない。IADL、手段的日常生活動作の概念が出てきてみんなパニックになったんだ。心不全が病名じゃないと言われた時のパニックほどではないはずだにゃ。確かに心不全はひどいな。マスコミにもしょっちゅう顔を出す病名のくせに真実は病名ではないからな。病名と症候群を一緒にしないでほしいにゃ。話を戻すと、肺炎は細菌性だの非定型だの院内だの誤炎だの NH キャップだの間質性だの挙句の果てに肺臓炎だの全く実態がつかめん。なぜそんなにややこしくするにゃ。呼吸器は病気のデパートと言われていて好き嫌いがはっきり分かれる診療科だ。そうなのかにゃ。だから英語表記が分かりやすいというのであれば肺炎ではないな。確かに。他には何か言っていなかったか。抗菌薬がよく効くって肺炎じゃないか。ペンシリン、セファム、カルバフェム、ニューキノロンと緑尿吸引に注意さえすれば使える抗菌薬は多い。そんなに。しかも核炭採取は難しくないからグラム染色で菌床を同定しやすく抗菌薬が選択しやすい。グラム染色しなかったらどうなるにゃ。長い目で見ると耐性菌の温床になりかねない。耐性菌かっこいいにゃ。耐性がつくと感受性テストでレジスタンスの R 表記されるが、かっこいいと思っているのはお前くらいだ。とにかく抗菌薬がよく効くなら肺炎だ。いや、わからないにゃ。なぜわからない？その病気は尿量が減少しないって。なら肺炎とは違うじゃないか。肺炎は A ドロップ、アイロード、カーブ65と名だたる重症度分類で全て脱水が含まれている。肺炎と脱水の関連性が不明すぎて全国の新人看護師が国家試験と違うと厚労省に一度は電話するくらいだからな。そこまでですかにゃ。そうだ。肺炎の患者さんを受け持って呼吸数や SPO2 あるいは血圧を見たとしても尿量減少まで確認できる新人看護師がどこにいる？なるほどにゃ。それくらい肺炎と脱水の関係性は相手にされていない。発熱が項目に入っていないなど、肺炎の評価は難しいんだ。発熱が重症度評価の項目に入っていないにもかかわらず、おつぼね看護師に、新人さん、熱の再建したのかしら？報告ないけど。って言われた時のこの気持ちがお前にわかるか？にょ、肺炎は難しいにゃ。にょ？にょ。尿管結石の。尿管結石の話をしていないだろう。すみません。猫は尿路系が。やっぱり猫じゃないか。とにかく脱水にならないのであれば肺炎ではない。いや、わかりません。なぜわからない？ナースボートのロボ君が言うには、
高齢者の死亡原因の次に上位だって肺炎じゃないか。あまりにも繰り返すぎて積極的な治療を行わない話し合いがされるくらい高齢者の肺炎は完全に治すのが難しい。そうなのかにゃ。抗菌薬で治せるなら治すべきにゃ。一度は治ったとしても効率に繰り返し、徐々に筋力低下などを引き起こすかなり厄介な病気だ。とにかく、高齢者の死亡率が高いのであれば、その病気は肺炎だ。いや、わかりませんにゃ。わからなくない。高齢者の死亡率が高いのであれば、その病気は肺炎だ。こんな厄介な病気他にない。わからないにゃ。なんでわからないんだ。わからないのにゃ。わからなくない。肺炎だ。平山さんが言うには肺炎ではないらしいにゃ。先に言えよ。なら肺炎とは違うじゃないか。にゃ。本人が肺炎ではないというなら肺炎ではない。そうにゃ。私が脱水の話をしているとき、どういう気持ちで聞いていたんだ。血石そろそろ出るかにあって、水を飲んで跳ねろよ。ケロヤマさんの先輩が言うにはね。ケロヤマの先輩？飲みすぎじゃないかって。違うだろ。いい加減にしろ。ありがとうございました。